こんにちは、国顔絵師のもんもんです。今日もコラボ似顔絵描いていきますよ。キャラクターと有名人をミックスしてあっと驚く似顔絵を描く面白企画。今回の組み合わせはスノーマンナンバーワンと言われる美しい歌声の持ち主で可愛い性格の愛されキャラも魅力の渡辺翔太くんと、大人気アニメ二人はプリキュアで技のホワイトと呼ばれる華麗な戦い方が印象的なキュアホワイト。なかなかの強烈な組み合わせですよね。翔太くんはテレビ番組の企画で実際にキュアホワイトのコスプレを披露したことがあるのですが、そのコスプレ姿がやばいんです。とにかく可愛い。さらにその姿のままキレキレのダンスを披露してスタジオは大盛り上がり。ネット上にも可愛すぎ、やばい、スタイル良すぎといった声があふれて話題となりました。意外にもとってもよく似合っていたんですよね。というわけでこのインパクト抜群のコスプレ姿をモチーフに似顔絵を描いてみたいと思います。一体どうなってしまうのでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。ここからは筆ペンで実践を入れていきます。どうですか、この独特な世界。翔太くんは垂れ目気味の優しそうな目をしているのもあって、女の子の姿をするととっても可愛い印象になるんですよね。案外女装向きの顔なのかも。そんな可愛い顔を筆ペンで作り込んでいきますよ。どこまでキャラが濃くなっていくのでしょうか。引き続きお楽しみください。いよいよラストスパート。ここからは色鉛筆で色を塗っていきます。キュアホワイトといえばその名の通りホワイトの衣装にブルーの髪が特徴です。やっぱりこの色が入らないと雰囲気出ないですよね。プリキュアファンの皆さんにもお楽しみいただける一枚にしていきたいと思います。どんな結末が待っているのでしょうか。一緒に見届けていきましょう。
ました。